フランス店の及川健です、えー「間違いない」で一躍有名になられましたお笑いタレントの永井秀和さんは創価学会に見切りをつけ「令和新選組に一番考えが近い」とおっしゃいました。山本太郎で間違いないという動画も撮らせていただきました。<laughs> 参議院選挙の時にゲストで永井秀和さんを呼んではどうですか <laughs> ありがとうございます、えー、参議院選挙で、れいわ新選組からどうですかってアプローチになるのかなと思ったんですけど、違うかったんですね、ゲストとして、代読されたんですね、今日はご本人があありがとうございます。えー、ありがとうございますそうですね、あもともと同じ芸能という畑でお仕事をされていた方ですよね、で、まあ、創価学会、まあ、これはもう、あのどの神様も新人のも自由ですから。 そういった意味で本当は公明党あたりからという話なのかなと思ったけど公明党からではなかったってことですね離婚されたのは、えー。まあでもある意味あの方々のコミュニケーションというかお話っていうのをしてみたいなっていうふうには思いますね。はい。ありがとうございます。そのなんですか動画は撮られてるんですか。動画撮られてるんですね。山本令和新選組で間違いない。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。 いい響きですね。キャッチコピーにしようかな。令和新選組で間違いないみたいなね。あいいですね。はい、ありがとうございます。